こんばんは、ジョン・カビラです。この試合の解説は元日本代表ミッドフィルダーの北澤豪さんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。近くに物資があるってよ、敵もいるらしいから気をつけていこう。さあゲームが始まります。今日の対戦ですが、実力では均衡していると言われているようなんですが、その辺いかがでしょう。そうですね、ここまで来るともう意地と執念といいますか、気持ちの面で勝ったチームが勝ち残っていくと思うんですよね。かなり厳しい試合が予想できると思いますよ。はい、ありがとうございます。左に展開します。まず先に1点取りたいところでしょうね。少し慎重になってますよね。ここからは一つ一つのプレーがすごく大事ですよ。そうですね。そして、北澤さん、はい、立ち上がりご覧になってみていかがですか。そうですね、出足はいいですよね。ここは確実に決めてね、勢いつけたいでしょうね。そうなんでしょうね。今のところ余裕の展開という感じでしょうか。そうですね、今のところ予定通りといったところでしょうかね。リズムもいいですね。よし、行こう。おっと、打ってきた。あっと、来たか。いいんじゃないですか。よそ者をやった。何も見る。あっと、これは危ない。あー、残念ですね。一人やられた。危ない。いや、追い込まれましたね。ここは意地を見せたいところです。いや、でもまだ序盤ですから、チャンスはまだ十分にあります。これからですよ。その通りですね。ここはピンチを出しました。ちゃんと周りが見えてますよね。おっと、これはどうだ。これ危ないですよ。これはまずいな。いいですよ、これで。やった、いい形だ。だって、これは危ない。あー、残念ですね。いや、このまま終わってほしくはないんですけれども、なんとか意地を見せてほしいですよね。煙幕でもくれ。ひょっと、何も見え。さあ、選手復帰しました。ここは踏ん張らないといけないんですよね。はい、さあ、このまま勢いは増しましょうか。ファイアブレだ。そうですね、チャンスをものにできるかどうかが最終的には鍵となりますからね。また来た。はい、そうですね、積極的にマッチアップすることはいいですけども、自分でも気がつかないうちにね、行き過ぎてしまう時がありますから、全体を見てプレーしてほしいですよね。くそ、これじゃ死んじまう。おっと、危ない。そうだ、おっと、おっと、狙ってきた。さあ、どうする。援護しろ、手当てする。フォローに入る。ここから行った。ちょっとタイミング遅かった感じもしますけどね。押し込むか。こう来たか。いいですね。うっと、打ってきた。あっと、来たか。慎重になってますよね。カビラさん、ちょっとよろしいでしょうか。はい、ダバディさん、どうぞ。彼についてですが、おそらく背中を痛めていますね。やはり先ほどのファウルが原因でしょうね。はい、ありがとうございます。さあ、ここはどう守るのか。ちょっと辛そうですね。ここからの展開が重要となりますよね。はい、いや、追い込まれましたね。そうですね、決められるととどめを刺されると言ってもおかしくないですからね。
場内に独特の緊張感が漂います。ただですね、焦ってはいけませんよ。敵を一人やった。これはどうだ。これ危ないですよ。完全に死んだぜ。今のはどうなんでしょうか。うわ、これはちょっと予想してませんでしたね。今のは狙ったんですかね。ちょっとヒートしすぎてしまうとね、こうなりますよね。ここはね、もっと慎重にいってもいいかなという場面でしたけどもね。まさかこのような展開になるとは思っていなかったんでしょうね。半ば強引に行かないと追いつけませんからね。さあ、こっからだ。フォローが欲しい。誰も中にいませんでしたからね。さあ、ここに出てきたぞ。イメージ通りというところですよね。いいですね。やったぞ。激しく当たります。そうですね、こちらも攻撃的なプレーしてきましたね。あって、これは危ない。これはまずいな。なんと助かりました。ちょっと焦りましたよね。じゃ死んじまう。これは激しいクルです。危険だ。これは防ぎきれなかった。さあ、このまま勢いは増すんでしょうか。そうですね、チャンスをものにできるかどうかが最終的には鍵となりますからね。ここからの展開が重要となりますよね。はい。さあ、選手復帰しました。さあ、ここをしっかりとキープしたい。いや、追い込まれましたね。お互いに気を抜いてはいけない状況ですよね。ここは意地を見せたいところです。きっかけ作りに専念している感じですよね。少し慎重になってますよね。さあ、いけるか。ちょっとディフェンスに負担かかってきてますね。きっかけ作りに専念している感じですよね。いったか。あ、いいですよ、これで。いいんじゃないですか。押し込むか。ここ来たな。ここは踏ん張らないといけないんですよね。はい。あって、これは危ない。さあ、選手たちも興奮してきました。落ち着いてほしいですよね。さあ、どうする。いいんじゃないですか。あって、これは危ない。かなり興奮しています。ちょっとこれ荒れるかもしれませんね。煙だ。よそ者を倒した。いいですね。おっと、気をつけろ。ファイアフライだ。あー、いけるか。あー、残念ですね。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと守られた形になりました。さあ、両者大事な場面を迎えました。そうですね、あまり守りに入りすぎると危険ですからね。はい。いやー、いいですね。調子上がってきましたよね。いや、本当にそうですね。ここは決めていきたい。さあ、選手復帰しました。まあ、こういった諦めない姿勢は共感持てますよね。まさに決戦、お互いの誇りを競い合う、そして非常に見応えのある試合を本日はお送りしています。そうですね、今のところ中身の詰まったいい試合になってますよね。サイドから行く。こう来たが、いやいや心配ですね。やはりそれだけ必死になってきたっていうことなんでしょうね。しかし、相手のディフェンスもこの辺のチェックは本当よく鍛えられてますよね。いや、本当にそうですね。北澤さん、見ていて何と言いますか、やや膠着状態というふうに見えるんですが。いやね、長く感じてると思いますよ。でも油断できないですからね。その辺の気持ちのコントロールというのはね、なかなか難しいんですよね。サポーターのためにも何とか耐えてほしいですね。そうですね、左サイドをうまく崩していったんですが、ここは得点なりません。あー、残念ですね。さあ、残り少なくなっています。勝負の時間になりますよ。さて、北澤さん、はい、ここまでの印象を伺いたいんですが。悪くはないんですけどね、決定的なところがね、なかなか作れてないですよね。苦しいですね。全くですね、今一つ思うように攻めきれていません。はい、そうですね、フィニッシュの精度を変えてますよね。この2トップがどういう働きを見せるのか、ここは注目です。さあ、前を向いて、また上げた。おほほほっと、なんということでしょう。
北沢さん、この状況はちょっと予想していなかったんじゃないでしょうか。いやいやね、時間をかけすぎた感じしますね。時間をかけすぎてしまったのにディフェンス側の余裕ができるんですよね。しかしこの状態ですから点欲しいでしょうね。まあ最悪でも分けていかなければいけないってとこでしょうかね。タカ、あーいいでしょう。これでゴール前フリーだ。ゴールネットの左隅を揺らしています。ゴールど真ん中へのシュート、いい形だ。セットした、気をつけろよ。あっとこれは危ない。おっと、やった。いいんじゃないですか。ここで大きく流れが変わってきました。ここでチャンスを迎えています。一人だ。いやでもね、相手にとっては辛い状況でしょ。はい、まだ焦る必要はないと思うんですよね。あっと助かりました。ちょっと焦りましたよね。強行と破壊のレフティー、誰も止めることができない。いいですね。止めた。あっとこれは危ない。かなり興奮しています。ちょっとこれ荒れるかもしれませんね。完全に進んだ。さあいけるか。さあここをしっかりとキープしたい。ここは踏ん張らないといけないんですよね。はい、そう、手当てしないと。必要なチェック、プレッシャーを与えます。ああ、いい感じです。うわー、勝負を決めてきた。今回一番のファインゴールと言えるのではないでしょうか。素晴らしい。試合終了。ゴールデンゴールを決めて試合に終止符を打ちました。北沢さん、今日は見ている皆さんにとっては緊迫した内容になったでしょうね。そうですね、本当目が離せない展開でしたから、見ている人も熱くなったと思いますよ。この重要な場面でね、なんと言いますか、モチベーションを保ち続けたというね、その結果が出ましたよね。本当素晴らしかったと思いますよ。はい、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となりました。解説は北沢剛さんでお送りいたしました。北沢さん、いろいろお話ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。実況はジョン・カビラがお届けいたしました。皆さんごきげんよう。さようなら。さようなら。